しくお願いします。ごめんください。すいません、ごめんください。飲み会遅れてきた人みたいな変な足ながら入ったさあ、皆さんこんばんは。こんばんは、はい。今週も始まりましたヒープホップ55分間生放送でお付き合いください。4月8日8日ね、はい、751回目の生放送ということで、さあまずはこちらのコーナー、沖縄爆笑伝説。うん、はい、今週のお題はシーミーとなっておりますよ。はい、行きましょう。はい、行きましょう。では一発目行きましょう、はい、ヒープネーム岩頂親父さんいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。おさむおじさんは彼女もいないし歯も一本もないけど上等な草刈り気持ってるからシーミーの時期だけなんか威張ってたこれで、いや1年に1回だこれデジー、いやいや上等草刈り機なんかこれ一発でつく人かっこいいみたいな、そうそうそう、なんかあるんす、もう涼しい顔でプロンプロンプロン、年一のスポットライトが当たる日この時期、おさむ呼び、おさむ今このワンショルダーじゃなくてツーでやる人がかっこいい、安定感のあるやつだ。あれツーショルダーっていうのか全然分からないですけど、はい、続きましてヒープネーム浦添宜野庵僕伊平屋さんからいただきました。ありがとうございます。我が家のシーミーでの忘れ物で多いランキングベスト5、うん、5位ブルーシート、あら4位もち、うん、3位おばあ専用の椅子、あ2位ライター、あよくあるこれ、1位おじい、おじいや人のや、忘れもんじゃねえよ、人のや、おじいはついてくるだろこれは車追ってかかるよなんで乗せんば先にこれはあれか、家に忘れてくるってことか、あどっちか、どっちか、おじいを家に忘れて墓に行くのか、あそれか、墓まで行って家に帰るときにおじい忘れてくるのか、いやかわいそう、それはないよ、あ死にガジャリ食らってから電子になりますよ、お墓でそのままはかわいそうですよお墓でそのままもうちょっと変な気持ちない、もう一個系封じですよ、変な気持ちないよねはい、じゃあ続きまして、はい、ヒップネームエロザイルさんからいただきました、はい、ありがとうございます。シーミー休暇を取る従業員の先輩たち、うん、マサル君もシーミー休暇を申請、うん、マサル君、君は福岡出身だよねあいやー、バレた奥さん側がとかじゃないの、あこれ見たら独身だな多分、まあ、そうでしょうね、シーミーの流れで行ったんでしょうね僕もシーミーで休めるみたいな意味分かってない、意味分かってない、何やるか分かってないけど意味が分からなすぎて、はい、あのグルクマスクさん、はい、あのシーミーっていうお題なんですけどいかがですか、はい、僕、まあ、あの実は大阪出身なんで、はいはい、あのあんまり馴染みがないんですけど、はいはい、あの実はその墓掃除の手伝いちょっと来いと言われたことがありまして、はいはい、で集合場所にバッと行きましたら、はい、皆さん草刈り機渡されるんですけど、はい、あお前これで大丈夫って言われて普通に釜渡されたんですよ一人だけ、あの力とか体力とかもあるからみたいな、でみんなこうバーッとこうね手際よくやる中、僕一人だけこうやって、あなるほど、いやでも地味に見てみたいな、あの際とかやらされるんですよねいけないところ、あのその代わりだからすごい綺麗にいけるんですよ、あなるほど、コンクリートの辺とかはすごい綺麗にやりました全然プロレスラー感がないですよ、筋肉関係ないと思うんだけどな、すごいっすね、ありがとうございます、はい、続きましてヒープネームキナ掃除機さん、はい、ありがとうございます。親戚のおばさんはお墓の前でなぜかオペラ歌手みたいに手を組んで座っているので、うん、オペラおばさんって呼んでいるステラおばさん封じているなんでこんな綺麗に組みたがるんですかね、先行先行つけなさい。オペラ歌手声も伸び伸びてくるし。オペラ歌手ですよ。先行つけなさいじゃない。持ち下げなさい。やげ。やらないですね。やげやげ。さあ、続いてはこちらのコーナー。沖縄爆笑伝説パート2だ。2だ。今週のお題はシーミーとなっておりますよ、はい、行きましょう、はい、ヒープネームゆくゆくさきさきさんいただきました、ありがとうございます。
ベースで働いていた祖父から聞いた話、うん、ベース内には沖縄のお墓がまだあり、シーミーの時期にお墓参りするときは入り口でシーミーと入り口に立っている関係者に言えば、おう、シーミーオーケーと言われて中に入れてもらえると教えてもらった。本当かどうかは未だにわからん。まあ、一応本当にあるはあるじゃないですか。ただこのなんかお線香つけるこのライターとかが NG とかっていう聞いたことはあるんです、ね、持ち物チェックはありながら、持ち物チェックはすると思うんですけど、現金みたいな、結構簡単に、ね、簡単にというかね、シーミー免許証ぐらいは出すでしょ。なんか、ね、何かしらのチェックはやりますからね。はい、続きましてヒープーネームみーママさんよりいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。我が家ではみんなの出勤前の早い時間にシーミーを済ませます。そのことを私たち家族はモーニングシーミーと呼んでいる。モーニングセミナーみたいなね。モーニングシーミー、朝シーミーだな。すごいですね。すごいな。何前やる出勤前って6時とか7時前か。これお墓に行ってますよ俺。何時起きですかね。早さよ、なんかあの後仕事行くイメージがなんないよね。先祖も起きてないやろ。まだ寝てるかもしれない、びっくりしそう。はい、続きまして、はい、ヒープネーム西崎イケメンランキング5位さんからいただきました。ありがとうございます。5位、西崎の人口で言えば毎年やってるはずなのに、うん、選考の本数のことでちょっと喧嘩になる。あるあるですね。 もう、 うちの場合は毎年ねルールが変わるんですよ。変わりよったんですよ。だから喧嘩になるんですよ。いや、去年と言ってることが違う。去年と違うしってなって、これ当たってるっつって。ありますね。だからもう仕切る人にも合わせるしかない。誰か一人決めて。もう感じですね。ヒープネーム、お、2通目かな。岩長親父さん。お、ありがとうございます。すごいな、岩長さん。これさっきの人かな。怠け者のサトルはシーミーを普通のお葬式か何かだと思ってたんだ。全然シーミー関係ない季節に、明日シーミーだからよと言って年に3回ぐらい部活をサボっていた。意味分かってないな。シーミーの意味違いな。4月5月にしか使えないこのカードなのに。やばいっすね。これよく本当に休めてるよ。本当にですね。して学生なんですね。部活やってる。学生やんばと。はい、では一旦コマーシャル。はあ、いろいろありますね。だからね、いろいろありますね。俺は休むっていう。沖縄爆笑伝説パート3だよ。3、もう3です。早いな。早いね。早いですね。さあ、今週のお題はシーミーとなっておりますよ。はい。いいですね。ヒープーネーム、吉尾さん。吉尾さん。シンプル。ありがとうございます。昔、シーミーでおじさんが家に泊まりに来たけど、うん、おじさんの寝巻きは、ゆったりでもなく、うん、ジャストフィットでもなく、それよりきつめの、タイトに着るタイプだった、うん、子供ながらにそれが衝撃的だった。おじさんはよく金縛りに合うらしい。関係あるのなんで最後なんかこれ最後なんだちょくちょく情報を詰めるの何なんですかこれ。ちょっと嫌くない、おじさんの寝巻きタイトって、はい、タイト嫌ですね。確かに私服で寝てもいいですけどね。別になんで体のラインが出る寝巻きやんかやん、うん、シーミーでおじさんが泊まりに来た嫌ですね。シーミーは日帰りでやってほしい。なんで泊まるのかな、うん、そもそも。続きましてヒープーネーム最速伝説さん、ありがとうございます。小さい頃シーミーもあんまり意味がわからないし、いとことかもたまにしか会わないから顔もなんとなくしか覚えてなくて、うんうん、来る人みんなに久しぶりって言ってたら相手が変なして、おじさんは荷物の配達できたんだよと言ってきて超気まずかった。はあ、それいい安牌で、そうそう、あんた何でも言えばいいってもんじゃないよってことね。荷物の配達でここら辺は見極めないと。なんかないのかユニフォームとかね。ですよね。絶対わかるはずなのに。何運んだのかな。続きましてヒープーネームゆいゆいさん、はい、ありがとうございます。うちの父は一人で墓の草刈りに行って迷子になったことがある。言うとるせよ、危な、まあ、迷路的 なんかいっぱい並んでるところなのかな、うん、はい、でも自分の墓だよね、はい、何回か自分家の墓だよね。怖い怖い、なんで草刈った後帰れんば。景色が変わったんだ。あ、綺麗になりすぎてから。そこどこ、私は誰、味変わるか。もうなんか一個ずつ石を置いたからいかんと。この道しるべみたいなのをしっかり置いてからやらないと。続きまして、はい、ヒープーネームタンロンの姉さん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。
泡盛の一升瓶はいつも家にあるのに、うん、シーミーの時だけ3合瓶買ってきてという父、理由は3合瓶の方が気持ちが盛り上がるかららしい。はあ、まあ、まあ、確かにでもそうではあるよね。飲み切りぐらいの、そうそうそう、まだこんぐらいかとか思うより、なんかじゃ注ぎやすいでもある、はい、一生はね、まあ、一生瓶こっちに置いてきた人来たら怖いっすよ。何時までいるばの気合いよっていう。あらそう、あそっか、ね、ヒープネーム、トミグスクソンのカニメガさん、はい、ありがとうございます。おー、カニメガ。シーミーの時おならしたら必ず犬が吠える。なんかそれ敷地どうなんだ、なんかそれどこで、どういう状況、犬が吠える、犬もいないといけないし、ね、どんな吠え方じゃないかな。ブッフォン遠吠えだったよね。おお、のろしを上げた、仲間に知らせたいですね。おお、それは擬態よ、聞きたくなるな、また聞きたいな、ひりたいよや、お腹もひりたいよや、犬笛的なあれ周波数なんですよ。犬が反応する震え方というか、あの救急車来たらおおっていうのと同じ周波数かもしれんな。こんなバカじゃないよ、だからよ、2行でよく選ばれたのか、どんだけ。はい、では一旦コマーシャルです。心理関係ないからね、本当に高めだな、相当な大人。はい、今週もたくさんのメール本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。新たな爆笑伝説の認定、今週はさあ誰でしょうか、誰なんでしょうか。おさむおじさんは彼女もいないし歯も一歩もないけど上等草刈り機持ってるからシーミーの時期だけ威張ってる頑丈おやじさん、おめでとうございます。素晴らしい。こうやってくるからね、はい、みんなお疲れ、はい、彼女もいないよ、歯もないよ、歯も一本もないのに、はい、みんなお疲れ、はい、みんなお疲れ、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 こんなかわからないですよ。こんなの一応いるんだよな。はい、じゃあ感想メールいきますか。はい、あ、沖縄の強しさん、グルクンマスクさんすごい体、僕はグルクンマスクさんの弱点を知っています。フルーツサンド取り上げたら泣きますよね。上級な甘いもん好きなんだ。ゴルフさんそうなんですか。いや、昨日食べたから大丈夫です。2つ食べた、昨日食べた日ぐらいでは大丈夫なんだ。2つ食べた、あ、はい、そうか、いいです、ね、まだありますか感想。はい、あ、西安さん、大谷のモノマネ良かったです、うん、東京からも仕事来ていたようですがアメリカからもオファーあるはずと自分は確信しました。ああ確かに、すごいね、心と並んでみるのもいいかもしれませんね。確かにね、いや売れてきてますね、初めて知ったんでびっくりしましたね。町谷さんね、はいはい、ありがとうございました。はい、じゃあ来週のお題、はい、はい、では来週のお題をカラスでお願いします。ほうほう。今週もたくさんの投稿ありがとうございました。来週のお題は変です。ヒブネーム、イーサイユキヒロさん、ヨッシー、今日早くない、フーチーバーさん、短パン大好き、短パンバーさん、めっちゃ見せてくれてるよ。グルクンマスクさん、いやー、あれ